て待てマリア、今度は許さねえぞ。転ぶと怪我をするよ。二人とも気をつけて。風が強くなってきたかな。そろそろ引き上げた方がいいかもしれねえぜ。そうだね、空も曇ってきた気がするよ。バトラ君、マリアちゃん、そろそろおしまいにして一度ゲストハウスに戻ろうか。お、やだ、もっと遊ぶ。こらこら、聞き分けろ。おい、じゃあこれでおしまいだ。ほら、俺のガラス位置やるよ。本当？ありがとうバトラ。これで一番数が多いのはマリアだから優勝だね。エンジェ、大丈夫か？うん。どうした？エンジェ、少し元気ないぞ。疲れたんだよ。さ、みんなで戻ろう。なんかあったのか？話してごらん。なんでもない。これであとはずーっと大雨ってわけか。なんだかげんなりするぜ。でも短い時間だったけど、童心に戻れて楽しかったよ。このガラス石、早くママに見せてあげるの。マリアが優勝したってママに教えるの。にひひ、俺が見つけたやつを譲ったんだけどな。うん、マリアがもらったからマリアのものなの。だからマリアが優勝なの。私は一度自分の部屋に戻るぜ。そしたらすぐいとこ部屋に行くよ。うん、分かったよ。じゃあ後ほどね。大丈夫かい？ああ、大丈夫だよ。悪いけど、先に行っててくれねえかな。うん、わかったよ。じゃあ、後で。どうした？どこ？ここ。
どこって、六軒島だろ。違うわ。違う姉さん。これのどこが、六軒島だって言うのよ。1986年、10月4日の、お前が知りたがってた、六軒島だ。嘘よ。どうして？こんなの、嘘っぱちだわ。俺は嘘なんかつかねえ。これのどこが真実だって言うの？何が気に入らない？後宮金蔵ってあんな人のわけないでしょ？孫たちとしばらくぶりに再会したなら、どこのじいさんだって目尻を下げるだろうぜ。少なくとも後宮金蔵はそういう人じゃなかったでしょ。後宮金蔵ってのは厳格で気難しく短気で怒りっぽい。わかってるじゃない。何よあれ、あれのどこが後宮金蔵なのよ。ハロウィン？プレゼント交換？何よそれ。こんなの後宮金蔵じゃない、露見島じゃない。エンジェルは覚えてないのか。何がよ。こんなのはいつも恒例だったじゃねえか。恒例？これが？そうだよな。お前が親族会議に来たのは6歳より前なんだもんな。なら覚えてなくても無理はない。覚えてなくてもって、後宮金蔵は確かに厳しい人だったさ。若かった時は相当きつく息子たちに当たっていたらしい。それが半ばトラウマになって、クソ親父たちが未だじい様のことをおっかながっていることは、まあ確かに外れじゃない。それはじい様の外の顔だ。後宮家で親類一同水入らずで過ごす時の顔じゃない。あの目尻を下げて孫たちを溺愛する涙腺の緩んだ老人が後宮金蔵の本当の姿だっていうの？エンジェだって遊んでもらったり頭を撫でてもらったりしたことがあるはずだ。本当に覚えてないのか？幼いお前は親の言いつけを過剰に聞いて鵜呑みにする。よく言えば素直な、悪く言えば思い込みの激しい子だった。親父たちは行儀よくしてるようにと念を押していただけなんだ。私見てたもん、知ってたもん。後宮金蔵は恐ろしい人だって怒鳴ってるところを見たことがあるもん。私は覚えてる、忘れない。さっきも見た通り、じい様は唐突なお人だ。ひょっとすると、何かを驚かそうとしたのかもしれない。あるいは、親たちとの真剣な議論の中で、つい怒鳴ってしまったこともあったかもしれない。それを、私が勝手に怯えて、勝手にそうだと思い込んだっていうの？そんなはずないわ！そんなはずない！だって私は覚えてるもの！忘れない！ちゃんと見たわ。後宮金蔵が怒鳴ってる恐ろしいところを父さんも母さんも怯えていたわ。だからわかるの。私はわかる。
幼いお前が抱いたじい様の印象はそのまま残り、お前の成長とともに膨らんだ。金蔵には会ってないじゃない。そうだな。でも6年ぶりに帰ってきて、爺様は6年経っても全く変わってなかったって知ったぜ。金蔵は気まぐれで何を考えてるかわからなくて不気味なオカルト趣味の鬼人で。オカルト趣味なのは間違いない。妖精の趣味にしちゃちょいと珍しいものだったのは事実だ。その不気味な収集品で孫を怖がらせてからかう悪い趣味があったことは俺も認める。じい様はきっとお前にも同じことをしてからかったと思う。幼いお前がそれに怯えてじい様を不気味で恐ろしい人だと思い込んだとしても無理もない話だと思う。お兄ちゃんが何を言ってるのかわからない。さっき客間でハロウィンのプレゼント交換があったな。何よあれ、あんな甘ったるいこと後ろ見分けてやるわけがない。お前はまるで覚えてないんだな。私もかつてプレゼントをもらったことがあるというの？覚えてない。そんなのあるわけがない。オカルト好きで西洋かぶれのじい様がハロウィンはやらないと思うか。じい様のハッピーハロウィンはもう親族会議の挨拶みたいなもんだったぜ。エンジェラってもらってるはずだ。幼いってのは残酷だな。爺様が心を込めて選んだろうプレゼントもお前の心には全く残らなかった。私が幼かったから覚えてないだけで、あれが真実の10月4日だというの？あの日も6年前と何も変わらず、爺様はハッピーハロウィンの声とともに客間にやってきたよ。そして俺との6年ぶりの再会に涙をこぼしてくれながら俺とプレゼントの交換をした。爺様はエンジェが来れなかったことを残念がっていたよ。だからエンジェにぜひ渡してくれとキリエさんにプレゼントボックスを預けていた。そんなプレゼント私は知らない。受け取ってない。そうだな。お前に届けることはできなかったな。私は信じない。あんな後ろ宮金蔵なんて信じない。じゃあ親族会議はどうなの？遺産分配のためのきな臭いものじゃなかったの？親族兄弟たちはみんな資金繰りに困っていた。そのために金蔵の遺産を渇望していた。エンジェはそんなことをどこで知った？どこって、そうでしょ、それが真実でしょ。幼いエンジに親父が自分の会社の経営が苦しいなどと相談すると思うか。親父だけじゃない、クラウスおじさんやエヴァおばさん、ローザおばさんが幼いエンジに資金繰りに困っているから早く遺産が欲しいなんて話を仮にするにしてもお前がいる前ですると思うか。だってでも本当でしょ。Thank you.
お前がそれを知ったのは、1986年よりも、後のことだ。でも、事実でしょ？事実は真実！だから、六軒島での親族たちは、遺産をめぐってギスギスしていたってわけか？そこに、エンジェの幼い頃の、親族会議では粗相がないように、行儀よくしているようにと、親に重ねて言われて、緊張した記憶が重なる。私の知っている六軒島が、後宮家が間違ってるっていうの？間違ってるのはお兄ちゃんよ！あんなのありえない！あるわけがない！私は認めないわ！あんな後宮金蔵、断じて、断じて、あんな後宮金蔵を受け入れることなんてできない！エンジェは、信じないのか？ええ、信じない！お兄ちゃんが、どういうつもりでこんなものを見せているのかわからないけれど、だってこれはお兄ちゃんのゲーム、いえゲーム版じゃない。ベアトだのベルンだの何人もの魔女が私の運命を嘲笑い、そのゲームで屈服させようとしてきたわ。でも私は真実を求めている。魔女たちのまやかしなんか通用しない。なるほどね、魔女たちめ、最後の資格にお兄ちゃんを送り込んできたってわけだわ。そうだな。これは、俺のゲームだ。だから確かに、これは俺の物語であり、俺が紡いでいる。だからこそ、もしもお前が島に来ることができたなら、という、イフを混ぜることができる。ほら！お兄ちゃんの物語じゃない！全部お兄ちゃんの、嘘っぱちの作り話じゃない！そうだな。これは全て俺の、作り話だ。ほら認めたわね、認めたじゃない。やっぱりこれはお兄ちゃんの嘘なのよ。どうして嘘をつくの？どうして私に真実を教えてくれないの？真実よりもっと大切な、どうしても伝えたいことがあるからだ。真実より大切なこと？何それ、わけわかんない。それを分からせるためのものが俺のゲームだ。ようやく理解したわ。これは私とお兄ちゃんのゲームなのね。エンジェ、俺はお前とゲームをしているつもりはない。いいえ、これはゲームだわ。私は1986年10月4日の真実が知りたいと願った。そしてお兄ちゃんは私にそれを見せると言ってこのゲームへ招いたわ。そしておかしな幻想を見せて、それが真実だと私に信じ込ませようとしている。おあいにくね、私魔女たちとのやりとりは慣れてるの。お兄ちゃんが優しそうな顔をして私を騙そうとしてることなんて百も承知なんだから。もうくだらない茶番は飽き飽きだわ。お兄ちゃんに真実を話す気がないと言うならもうおしまいにして、私は私の真実を自分で探す。お兄ちゃんには頼らない。そうよ、もともと頼るべき人間なんて私にはいなかったじゃない。私はいつだって一人ぼっちだったわよ。悪いが、このゲームから降りることは許さない。ああ、そうだったわね。ゲームマスターが負けを認めない限り、ゲームは永遠に終わらないんだったっけ。そんなつもりはないさ。黙って話を聞けってだけのことだ。
ああそう、なら黙ってることにするわ。プレイヤーがいなくてもコマは勝手に動き、ゲームは進む。そうだったわよね。そうだな。プレイヤーを離れ、少し傍観者になるといい。そしてまた戻ってきたい時に戻ればいい。そうさせてもらうわ。これは根比べよ。お兄ちゃんが真実をごまかすことを諦めるまでのね。真実より大切なこと？意味わかんない。そんなものあるわけがない。あるんだよエンジ。仮に俺の物語が真実でなかったとしても、あったとしても、お前は大切なものをこの島でなくしているんだ。お父さん、お母さん、そしてお兄ちゃん。私がなくしたのは家族と、そして全てよ。勝手に進めなさいよ。じゃあね、お兄ちゃん。物語だけはちゃんと見ているよ。聞くだけでもいい。気が向いたらね。じゃあ。なんだい？いつまでここにいるの？なんかお天気変。ゲストハウスに帰ろうよ。そうだね。じゃあ、エンジはゲストハウスに戻ってるといい。お兄ちゃんはまだここにいるよ。どうして？もうすぐ雨が降ってくるよ。そろそろ来るはずなんだ。だから俺は待ってるよ。待ってるって？誰？え？来たか。ずいぶん待ったぜ。遅いぞ、ベアト。そうか、むしろ早いぞ。たまにはお前も一緒に船に乗ればいいんだ。柵に捕まってお前と一緒に叫ぶか。いいぜ、叫ぼうぜ。落ちる落ちるってな。なるほど、それも悪くなかった。認めよう。どうやらわらわが来るのは遅かったらしい。こやつも6歳の頃はなかなかに可愛かったではないか。お兄ちゃん、この人誰？
お兄ちゃんの友人だ。友人？それはあんまりだろうが。お兄ちゃんの友達？こいつはベアトリッチ。おじいちゃんから聞いたことないか、後ろ宮家に黄金を授けてくれた黄金の魔女の話を。雨の夜、真っ暗な森を窓から眺めてると魔女と目が合ってさらわれてしまうかもしれないってお母さんに言われた。ということは、わらわは夜更かしの子供を見張るため、寒い雨の中窓を一つ一つ覗き込まねばならぬというのか。それはあまりに無体な。確かに、エンジン。それはお前に夜更かしをさせないための親の作り話だ。彼女はそんなことはしない。よかろう、名乗ろうぞ。わらわは黄金の魔女、ベアトリーチェの、お孫さんだ。孫？お孫さんとは、なんともしまらぬ呼び名であるな。だってそうだろ、じい様に黄金を授けて黄金の魔女と呼ばれたのはお前の婆様の話だろうが。確かにそうではあるが、黄金の魔女の孫か。そのキャッチコピー、もう少しマシなものにはならぬのか。この人、魔女なの？ああ、そうだよ。今日の親族会議に招かれたお客さんだ。怖い魔女じゃないの？暗い森に私をさらったりしない？ルドルフにキリエメ、一体わらわを何だと思って吹き込んだのやら。わらわはそんなことはせぬわ。後で厳重に抗議する。ぷっぷん。その鍵は？エンジェの大切な鍵だ。なるほど、そういうことか。すべきことを明確にした方が分かりやすいだろうと思ってな。安心せよエンジェ、そなたの大切な鍵を奪ったりなどせぬぞ。本当に？もちろんであるとも。それはそなたの鍵であり、そなたが決めることである。バトラン、そしてわらわたちもそなたを導く道しるべの役にしか過ぎぬのだから。あなたはこの鍵が何に使うものなのか知っているの？もちろんであると思う。だが
それを教えるわけにはいかない。どうして？その鍵をどう使うかはそなたが自分で決めねばならぬからだ。やがてわかる。無理に考える必要はない。安心せよ、そなたのその鍵は誰にも奪うことはできぬのだ。誰にも奪えない？そういう魔法が込められているとでも理解せよ。とにかく安心するがよい。わらわもバトラも、そして島の誰もそなたから鍵を奪うようなことはせぬ。本当に？ああ、本当だよ。そういう魔法がかかってるんだ。魔法は存在する。本当に？マリアもよくわらわのことを話しているであろう。魔女はいると、魔法は存在すると、そなたによく語ったはずだぞ。レアとは島に来たばかりで、まだ屋敷に挨拶にも行ってないんだぞ。魔女なんて嘘っぱち、エンジェは知ってるもん。おい、よすんだ。レアとが気を悪くするよいよい、魔女に会えば誰だって同じことを問うだろう。いつもならばこのような幼子の挑発に付き合いはせぬのだが、バトラの妹であるからな、特別に披露してやってもよい。いいのか？よいよい、では見せよう、エンジェ。あ、うん。早とちりするでない。まだ魔法を使ってはおらぬぞ。ほれ、わらわの手のひらをよーく見るがよい。種も仕掛けもないな。うん、何もないよ。よく見ておれ。こうして握る。そして人差し指を立てる。
人差し指の先をよく見ておれ。行くぞ。早いぞ。良いか、手を開くぞ。いや、魔法だよ。エンジェもずっと見てただろ。そろそろ屋敷へ挨拶に行く。バトラも付き合うがよい。わらは一人では窒息してしまうわ。そうか。じゃあ、お供させてもらうかな。エンジェはどうする？ゲストハウスに戻ってるか？お兄ちゃんと一緒がいい。さあ、では行こうではないか。黄金の魔女の帰還であるぞ。黄金の魔女の孫の帰還だけどな。そのキャッチコピー、もう少しなんとかならぬものか。